人に迷惑がかからない荒野がいいな。お前の断末魔はうるさそうだ。お前たちは一体何を考え、何を感じているんだ。死で償え。私の目的は仲間の火の目を探し出し、雲を捕らえること。雲を、幻影旅団を捕らえたら決して逃さない鎖が欲しい。ターゲットは雲だけでいい。実に不快だ。手に残る感触、耳障りな音、血の匂い、全てが神経に触る。なぜ貴様は何も考えず、何も感じずにこんな真似ができるんだ。答えろ。どけ。やめておけ。誰でもいい気分なんだ。旅団を止めたいと言ってたな。だがその必要はなくなったよ。クモは死んだ。忠告しよう。一つ、本当の幻影旅団の証にはクモの中に団員ナンバーが刻まれている。二つ、奴らは殺した人間の数なんかいちいち数えちゃいない。三つ、二度と旅団の名を語らぬことだ。